アメリカの民間の調査機関コンファレンスボードが発表した去年12月の景気先行指数は 110.5 と前の月より 1.0% 低下しました。市場予想を下回り10ヶ月連続のマイナスです。発表元は12月の指数は広範囲にわたって弱いとした上で、労働市場、製造業などの状況が今後数ヶ月の間に悪化することを示しているとしています。